さあじゃあ第2章続きからやっていきましょう。正式な夏休み初日ということもあり、商店街は意外と若い人間が目についた。彼らは大きく二極化されていて、ラフなシャツにビーチサンダルといったいでたちの村の人間と、必死に外を取り入れようとする華やかな外見とに分かれている。じじくさい表現だな、掃除。馴染みの商店の店主が新聞から顔を上げないでつぶやく。いや、僕なんて制服そのままですからね。そういう人いるよなっていうか自分も多分そんな感じだったような気がするけど。淡々と言いながら紙パックのオレンジジュースを冷蔵庫から取り出す。涼しい。思わず体を入れたくなる。こらこら、そこは開けっぱなしにしない。分かってますよ。ジュースをおでこに当てながらカウンターの前に立つ。またいつもの草原に絵を描きに行くのか。いつもの草原っていうのはあれかな、プロローグでさやか先輩が絵を描いていたあの草原かな。ええ、こんな暑い日に外をうろつくなんてこの年になると苦行にしか見えないよ。電卓で値段を計算しながら店主は眉を寄せる。二人ともよくやるね。二人？あ、ついさっきあの変な絵描きさんの娘もここでアイスを買ってた。お、ってことはさやか先輩とも会える。結局昨日はさやか先輩帰ってこなかったのかな。さやか先輩が、あの人がアイスを食べながら歩いている姿は想像するだけで微笑ましい。あれだけ可愛いと何を食べてても絵になる。おじさん、やっぱジュース2つにして。惚れてるのか。バカ言わないでくださいよ。じゃあ妹さんとの禁断の愛かね。その妹さんっていうのがまだ出てきてないけど、このショーで見れるのかな。殺しますよ。いやいや、2人ともあれだけ可愛いだろ。それと長年向き合っていれば面食いにもなるわ。にゃーにゃーと店主が笑う。あのね、そりゃ先輩は明るいし可愛いとは思うけど、ふと小銭を漁る手が止まる。思うけどなんだろう。バファ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 、笑うな暑苦しい。小銭を叩きつけてうめく。このクソ暑いのに体温まで上げられては かなわない。オーケーオーケー、もう笑わないから。まだ笑ってますよ。で、あのお絵描き講座の宿題かい。年を取りすぎて面の皮も暑いらしい。一つ息を吐いて僕は足元の荷物を示す。いや、趣味です。夏休みか、青春だね。お釣りと商品を受け取りながら僕はその言葉を使ったら年寄り臭い言葉のリストに加えた。あの先輩はどこに行くか言っていました。どうだろう、草原じゃなかったら川原かな。そうですか。先輩の行動半径としてはまあ無難な線だろう。アイスを買っていた時間を聞くと、今からなら追いつけるかもしれない、知れなかった。これ選択肢くんのかな。しかしさ、どこか剣を感じさせる声に振り返る。ん？違う人、店主さんじゃないの？その声、そのセリフ。外が眩しいせいかひどく暗い店内でおじさんが首をかしげていた。ああ、そういうことか。もう背を向けていたのか、店主さんに。いや、言っちゃなんだか、お前があの家族と仲良くしてるのはさ、みんな良くないって陰口叩いてるぞ。なんで？なんで？まあ変わり者ではないのか、どうなんだろうな。うん、あのお父さんはこう都市開発をしたがる感じなのかな。どうなんだろう。だから村の人はあの家族を嫌ってるみたいな。天井見て頬角。よく言われることだがどうしてもなれない。確かにリツ先生に関しては言われたって仕方ないでしょうけど、さやか先輩は何もしてない。むしろ被害者の側。そのリツ先生の裏事情っていうのがまだわかんないんだよな、うん、前日の様子を見るに結構面倒見良さそうな感じはあるけど、でも怪しさもあるみたいな感じではあったけど。小さく手のひらを広げる。言われのない抽象は自分の価値と店の評判を落としますよ。だからさ、俺は別に悪いだなんて思ってないさ。お客様は神様だ。そうですか。そうだと思う。いや、でも腹の底では悪いと思ってそうだけど。どこまで本気か知らないが、面と向かって言うだけマシだろう。なあ、掃除。ポットホタルのように火が灯る。店主はタバコを一服して深々とため息をついた。あの子は不憫な子だ。お前だけは何があっても裏切るなよ。裏切るなってどういうことなんだ。僕の振った首の向きに店主はそうかとつぶやいただけだった。それじゃ、別れを告げて外に出る。暑い。体温の下に出た途端、セミの声と汗が吹き出してきた。シャツがじっとりと重くなるのがわかる。店の前に止めていた自転車のサドルがやけに熱くなっていた。夏休みだね。お、また会える鈴の音、うん、いや本当にボイスがない男性キャラだと主人公が喋ってんのかその人が喋ってんのかわかんなくなっちゃうな。ん？涼やかな鈴の音に振り向く。
昨日の女の子かと思ったが、近くの食堂の軒下で、メガネの女性が風鈴をつついていた。あ、じゃあ違う人か。あれ、チカさんかな。あ、チカさんだ。君はどこにでも現れるな。彼女は僕の視線に気づくとニコリと笑って歩き出してしまった。何なんだ何なんだあの人は村の人間ではないと思うが、知り合いだっただろうか。声をかけようと思ったが、女性はすぐに路地へと姿を消してしまった。さて、とりあえずいつまでも突っ立っているわけにもいかず腕を組む。どこに行こうかな。お、選択肢だな。じゃあ先輩は川に行くのかもしれないけど、実は山に行ってるかもしれないしな読めないけど、でも先輩は川にいるみたいなことをほのめかしていたんで、会いに行きましょうか。川に、川か。第2ともなくつぶやく。一概に川といってもたくさんあるが、村を 東西に分断する川だろう。少しおかしかったが、自分の村に流れている川の名前を知らなかった。画材の入ったカバンが心なしか軽く感じる。カゲロウの立つ道は長く長く続いている。彼女はゆっくりと歩いていることだろう。よし、小さく伸びをして自転車のスタンドを蹴った。あ、自転車乗ってたんかい。はあ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 、く、つ、ついた。ふ、あ、ここのこと？いや、これ海じゃん自転車を押し、坂道の頂上で立ち止まる。あ、そういうことね。坂の頂上に着いたっていうことか。別に川に着いたわけではないのか。苦しくもあるのだが、相変わらず嫌になるくらい見晴らしがいい。緩やかに蛇行する道に絡むように草原が続く。遠くには寄せては返す波が大きなスケールで見て取れた。はあ、ニョキニョキと湧き立つ入道雲。海風、カモメ。そういえば何かの映画でこんな道があったな。しばらく風に吹かれると体のほてりが引いてくる。車が数台横を抜けていった。もう少し人に見せられるくらい腕が上達したら、ここで絵を描くのもいいだろう。ふと昨日の先生の絵が頭に浮かぶ。その光景を目の前の景色に重ねようとしたが、うまくいかなかった。できるかそんな奇抜の絵をこの景色に重ねるって結構難易度高くないか。どうしても僕にはあの絵が描けない。今目に見えている光景ならばどうにかなるのに、そこにある景色ならばどうにかなるだろうが。ん？と足に何かが当たった。それはどこかで見たような真っ白い帽子。さやか先輩か。ふと背中から先ほどの僕と同じような荒い息遣いが聞こえた。先輩？やっほ。かわいい。かわいいな。額に汗を浮かべながら先輩がよろよろと歩み寄ってくる。どうしたんです？どうしたって、散歩してるだけだよ。どこかに知らない綺麗な場所がないかなって。いや、川に向かってただけだな予想通り会えたな、さやか先輩に。スイカを模したアイスを手に、先輩が長い髪を なびかせて笑う。ちなみにこのゲーム名スイカっていうのは、そのこのスイカをモデルにしてるみたいですけど。強い風だね。はい、これ。アイスが溶けて先輩の白い手が汚れてるのを見て、その頭に直接帽子を乗せてあげる。ありがとう危うく日射病になるところだったよ。君は買い物？それにしては荷物が違うか。先輩が自転車を覗き込む。ちょっと絵を描きに行こうと思って教室に画材を取りに行ってたんです。あ、そうなんだ。行ってくれれば散歩がてらに持って行ってあげたのに。電話とか持ってんの？携帯電話とか。電波繋がんなそうだけどこの村いや、そこまで偏僻じゃないか。絶対に途中でへたり込みそうなことを爽やかに言う。草原は僕の家がある村の西側からでは、美術校はこの坂を往復しなければならない。ああ、そうなんだ。めちゃめちゃしんどいな、それ。まあ買い物とかもありましたから。そうなんだ。海を気にしながら先輩がうなずく。キコキコと自転車が音を鳴らす。本当はここをスピードをつけて下るのが楽しいのだが、なんだか景色が違うな。それはそれで平凡で新鮮な景色だった。ジュースは？ジュースあげないの？ところで先輩、どこにいたんです？追っていたはずの人物が背後から現れたのだ。ここまでの道すがら、彼女とすれ違うことはなかった。ん？どこって、坂の下の木陰で休んでたんだよ。ちょっとうたた寝してたの。そこも可愛い指をくるくると回す。そしたら君を見かけたんで、後ろから驚かそうと思ったんだけど、
帽子くんがおむすびみたいに転がってコロコロと、おむすびコロリンすっコロリン、まあ、ちょっとだるいかも調子っぱずれな声で先輩が続ける。なんかハイテンションですねだって夏休みだよ、夏休み。あ、浮かれてんのか。両手を広げて大きく空を仰ぐ。全然理由になっていないのに先輩の嬉しそうな顔は反論を許さなかった。とりあえずアイス溶けてますよ。ん、ちょっと持っててくれる？アイスを受け取る。下赤くなってそう。なんで？あ、スイカのアイスだから。横を見ると指を舐めて自分で確認しようと先輩が真っ赤な舌を差し出していた。あ、そうだ、絵を描きに行くのを見に行ってもいい？先輩は絵を描くわけではなかったの。え？うるさくしないし邪魔しないし何描くのか気になるし。いいじゃん。いや、いつも見てるじゃないですか。目に見えて溶けているアイスに言う。ほら、あんな薄暗い部屋でむっつりと描いてる時の顔しか知らないから。今日の先輩は笑顔以外の表情を浮かべる気がないかのような明るさだ。夏の太陽は嫌いじゃないんですか？夏は好きなのよ。はあ、どうしても引いてくれそうにないか。なんで嫌なの？まあいいですよ、別に減るものでもないですし。何がそんなに楽しいのかと思わず苦笑してしまう。本当に絵が好きなんだろうな、多分さやか先輩は。その後は取り留めもない絵の話と空の色味について、空の色味について話しながら坂を下った。マジの人じゃんスイカのアイスは誰も口にしていないのに、棒だけになっていた、うん、例の草原だな。ここは草原と呼んではいる。草原なの？草原と呼んではいるが、その場所は意外に敷地が広い。誰かの私有地らしく、簡素の柵を乗り越えないと入れないのだが、おかげで景観が損なわれずに自然を残している、うん、結局草原に来たけど川に行かなかったけど。何かの開発途中なのか意図的なのか、その橋はそのまま崖となり海に続いている。これはあれじゃないの、さやか先輩のお父さんが持っている私有地なんじゃないの、ひょっとして。あそこから落ちたは文字通り海の木図か。帽子とスカートを押さえて強風の中で先輩が声を上げる。風が強いですね。うん、すごい場所知ってるんだね。ちょっとドキドキだよ。さやか先輩はここの場所知らなかったの？先輩は周知に無断で立ち入っていることと物珍しさにしきりにあたりを気にしていた。確かにこの草原は珍しい地形をしている。高い木がなく高低差がある丘が連なっているため、くぼ地に入ってしまうと視界が通らない。唯一視線が通るのは海風の道であり、そのまま青い空につながっているため洋上の孤島のような印象を受けた。うわぁ、カモメさんだ。さっきもいただろカモメが。先輩が丘の上に立って海を見ている。その様子を見ながら木製のイーゼルと椅子を組み立てキャンバスを乗せる。じゃあ僕は絵を描きますけどどうしますか？ん？何もしない。ちょこんと僕の近くに立って先輩は気持ちよさそうに微笑んでいた。気が散る？そうでもない。すごい冷静だね。私は誰かが見てたり誰かを見てるのって苦手。髪をかき上げて先輩が目を細め、人を見るのが苦手って、人物を描くときはどうするんです？得意じゃないな。動いてない人間ってダメなの。なんだか生きてる感じがしなくて。だから風景専門。ちょっとわかるかもそれ、うん、でも高校生の頃とか授業中に先生の似顔絵とかめちゃめちゃ描いてたけどへえ、珍しいというかかなり意外だった。もったいないですね。自画自賛ではないが、一昨日先輩が描いた僕の絵はかなりのものだったか。そうかな。人間よりも自然はいろいろな表情を見せてくれるよ。まるで彼女に呼ばれたように風が吹いた。他にはね、次に何をするのかわからないような人が好きかな。ほう、じゃあ僕は違うか。模範的な行動パターンでしかない僕はそのふるいに引っかかる。ん？違うんだなこの反応は先輩が一瞬間を置いて大きく笑い出した。何です？いやだ、勘違いしないでね。好きっていうのは絵を描く対象としてだよ。ええ。じゃあそんなつまらなそうな顔しないで。
意外な言葉に手が止まる。つまらなそう。思わず頬を撫でてみるが別段変化はない。普通ですけど。うんうん、そういうことにしておくよ。さっぱりわからない。僕にとっては先輩の行動パターンの方が謎めいていた。笑い続ける先輩と空を交互に見ながら思考が空っぽになっていくような気がする。先輩にらめっこしましょうか。好きだよそういう君が。何それ。何そのセリフ。ちょっとキュンとしちゃう。その後も取り留めもなく話し合う。にらめっこ見してよ。その後僕の思考と筆が止まらないくらい気軽で平凡な話題を先輩は喋り続けていた。そこの子犬がすっごく可愛いんだけど、近くにいたお母さん犬が怖くて。本当に筆止まんない程度の雑談だな。先輩犬嫌いなんですか。大きいのと吠えるのはダメ。大きい猫は。それは一匹欲しい。マジでどうでもいい。どうでもいい話だわ。先輩が大きく伸びをする。暇じゃないですか。ん、そうでもないよ。絵を描くってどれぐらいなんだろう。絵を描き慣れている人がそういうキャンバスを置いてマジの絵を描く、油彩なのか油彩ではないか、乾かす必要あるから、水彩とかかな、もしくはデッサンとか。何時間ぐらい描き続けるもんなんだろう。そうは言いつつも目をこすっては周囲を見渡している、寝てる。しかも気持ちよさそうに。この草ってどれぐらいの背丈なんだろう。短いの、芝生ぐらいなのかな。なんとなく周囲を見渡すが人気はない。なんて不用心なんだ。ため息をつきつつ椅子から立ち上がる。座りっぱなしで腰が痛かった。しかし見知ってるとはいえ、異性の前でよく寝れるものだ。アイスを食べ草むらに寝転ぶすやすやと寝息を立てるお嬢様。暑い。そりゃそうでしょう。一応座る位置を変えて僕の日陰になるようにしたり、日焼けはさせないようにとむき出しの足には布をかけたりはしたが、基本的な日よけにはなっての。でもすごいな気配りが。オレンジジュースをカバンから取り出し、ストローを差し込んだところで、やたらと寝苦しそうな先輩の表情が目についた。柔らかそうな唇が生めかしく動いている。なになに、ちょっといたずらしてみる。大丈夫かな。ちょっといたずらしてみちゃう。ぬるいオレンジジュースを半分ほど飲んだところで、ふと先輩の顔を覗き込んだ。ドキドキ。ストローをパックの底まで差し込み、吸い口を指で塞ぐ。そのまま持ち上げると、ストローの中にはジュースがたまったまま落ちてこなくなる。それは先輩の口元まで持っていき、まず一滴、雫を垂らす。一瞬そのまま起き出すかと思ったが、先輩はムニムニと唇を動かしただけで寝続けている。まず一滴って書いてあったもんな。ってことは何回かするんだろうな。面白い。なんとなく生まれたてのひな鳥に餌をあげてるような気分。続けて何度もやっていると、先輩も慣れたのか平気でジュースを受け付けるようになった。残りのオレンジジュースがなくなるまで僕はその行為を続けた。すごいな。そこまで起きなかったの。真っ白。なんすか急に。どうしてこんなに白いのだろう。これはさやか先輩視点。周囲を見渡してもどこも同じ。距離感も時間の感覚もなく、自分の手さえ見えない。黒ければ死んだのかもと思ったかもしれないが、こうも白いと感覚が違う。ああ夢だ。どこか達観した思いで、私はチューブラリンだった、白いのは良くない。それは夏のお日様を思い出す。お日様は良くない。それひまわりを連想させる。ひまわりは大嫌いだ。ああそうなんだ。何か楽しいこと考えよ、っていうか、あの草原ひまわり生えてなかったのか。あの第2章開幕の画面でひまわりがあって、ああこれあのキャラクターのことかなって思ったけど、別にひまわりなかったのか。と頭をひねる。学園生活も家庭にもあまり面白いことはない、その辺の事情ここでちょっとは知れるかな。むしろ嫌なことばかり。思えば私の記憶の大半は人に無視され続ける温かみのない無味無臭のものだった。子供の頃は良かった。貧しかったけどお父さんも優しかったし、お母さんも生きていた、数は少なかったけど友達もいた。泥だらけになるまで遊んで、また明日と希望を持って別れることができた。だけど私が成長するに従って友達と味方と呼べる人間は減っていった。
多分外見の変化と汚れてしまったのがいけないのだ。大人になるのは嫌だった。汚れてしまったってちょっとそのねえ良くない展開を想像してしまいますけど、汚れるってその泥だらけになるの汚れると別の汚れるでしょこれって。大人は私は悪くないのだと微笑みかけた。かわいそうにと頭を撫でたりもしたけど、目はそんな色をしていなかった、人の顔は物を語る。目の色や瞳孔の収縮の具合、頬の筋肉の動きから人の心を見抜いてしまう、だから人を見て絵を描くのは嫌って言ってたのかな。そんなひどい才能のために私は魔女のようだと言われた。あの人のこと好きなんだよね。本当のことを言ってよ。我慢する必要なんてないんだよ。無垢だった一言が多くの人間を傷つけた。まだ子供だった時代からお父さんのせいではなく私自身の噂で人が離れた。黙って窓の外を眺める休み時間、人気のない場所を探す昼休み、一人で歩く峠校の道、遠足の半決めではいつも私だけが最後まであぶれた。いつからか私の目は人を見なくなった。雲とか道端の草とか下とか上を向いて歩いていた。真ん中にある世界には興味が薄れていた。目がいけない。ずっと隠していたけれど耐えられなくなってお父さんに相談した日、あの男は青い空を見上げて笑った。なんて羨ましいやつだ。何度もこの目をくり抜いてやろうかと鉛筆を握りしめたことか。どうしたの？優しい声がした。ようやく2番目に嬉しい思い出にたどり着いた。そこにはまだお金がなかった頃の昔の家だった。古い木の家の匂い、畳の匂い、蚊取り線香の匂い。扇風機もなかった時代で内輪が家に何本も置いてあった。庭にはひまわりが咲き乱れていて、私はその花が大好きだったのだ。だから縁側に座ってその花を前に泣いていた。何が原因だったか忘れたが、とにかく涙をボロボロこぼしていて目の前が黄色く滲んでいた。ほら呼んでるよ私。思い出の小さな女の子の横に座って、私は彼女の肩を叩いた。だってこれは夢だから。そこでようやく幼い私はそれが自分への呼びかけだと気づいた。今のなんかさやちゃんの声に似ているような気はしたけど、気のせいか。お母さん？多分気のせいだろうな。何を泣いてるのさやか。病気で床に伏せていた母が久しぶりに部屋から出てきて、さっきのさやかちゃんの声、普通に記憶に薄く母の顔はぼやけている。ぐずぐずと目を拭って幼い私はお母さんに笑いかけた。起きて大丈夫なの？お腹すいたんならおかゆでも作るよ。その頃は心配をかけまいと必死だったのだが、今にして思えばそんな下手くそな嘘は無言の責め苦のようなものだったろうに。それでもお母さんは微笑んだ。視界が滲んでいてよくわからなかったけど多分絶対に笑っていた。夏になって余計に細くなった手が私の頭を撫でる。鉛筆なんか握ってどうしたの？これ。目をくり抜こうとしてまた何とも言えなかった。絵を描こうと思ったの。そう。幼い私は慌てて家の中を走り回り、裏が白紙のチラシを持ってきた。お母さんは縁側に座ると、ほうと一つため息をつく。何を描くの？ひまわり。とにかく一番目についたから口にした。その題名がとんでもないものだと知らない無知な素人であった。お母さんの絵は描いてくれないの？お母さんの絵はお母さんがもっと元気になってもっと私が上手くなったら描く。そう約束だよ。はいはい。そうして私は初めて絵を描いた。お母さんが見ている横で私は本当に楽しく絵を描いていたのだ。おう、その続きが気になるな。その後お母さんの身に何かがあって、でひまわりも嫌いになって、人がいるところで絵を描くのも嫌いになったのかな。世界の陰影が移ろい、かすかに世界の色が変わり始めた。ふう、椅子から立ち上がると影が長くなっていることに気づいた。まだ日は高いが帰りの童貞を考えるとそろそろ切り上げた方がいいだろう。普段ならばもう少し粘ってもいいのだが、さやか先輩はその間何にもしてなかったの？先輩起きてくれ。ああ寝てたのか。まだずるい。
あ、わけのわからないことを言ってないで粘らないでくださいよ。直接触れることにかすかな抵抗はあったが、肩を揺する。細い。うっすらと大行にまぶたが開く。おはよう。おはようございます。え、どう？寝起きにいきなり聞いてくるあたり、さすがとしか言いようがない。僕は苦笑しながらキャンバスを示した。テーマ変更、眠る白雪姫は先輩書いてたの。お姫様の服を着た私が草原に寝てる。すごく美人に描かれて。っていうことなのかなって思ったけど。先輩、鏡見たことあります？最低1日2回は。何？先輩は美人じゃないって言いたいの、主人公は。だとしたら、こいつって思うけどな。気真面目に答えて彼女はスカートを払いつつ立ち上がる。あれ？でもさ、白雪姫は毒のリンゴを食べて寝てなかったっけ？そうですね。何か関係あるの？さあ、川のオレンジジュースのパックを回収しながら肩をすくめる。なんか口元が甘い。それが毒のリンゴの味だよ。唇に指を当てて先輩が眉を寄せる。王子様のキス。してません。変な目で見ないでください。どうやらちゃんと目が覚めたらしい。うーん、少し涼しくなったかな。空を見上げて先輩が大きく伸びをする。あれだけ暑がっていたのに汗をほとんどかいていないところがすごい。彼女は軽く手足をほぐすと僕の絵を手に眺め出した。そんな時だけはドキリとするほど真剣な顔になる。そうだね、掃除君はこう現実にあるものに虚構を混ぜようとするんだね。すげえかっけえ。おー、プロに切り替わった、だからそういう人の心を見抜く力がさやか先輩にはあるから、だから絵に投影されたその絵描きさんの心理みたいなのも見えてくるのかな。え？私は現実にはない風景を描き、あの男は極端に写実主義に走るか極端に原始する。君はその境界にいる。うん、当たってるかも。冷たい目のまま彼女は僕に向き直った。自分でも気づいてるんじゃないの？何に？唇が歪みそうになるのを必死にこらえる。先輩はかすかに顎を引いて僕を見つめた。せっかく持っている自分を見失ってるって、言おうと思ってたけど、君はあの男の絵に惹かれてるんだよね。ええ、向いてないからやめた方がいいよ。真夏の太陽の下でゾワリと背筋が寒くなった。そういう感性よりも、君はありのままを綺麗に描く才能を持ってるんだから。そうかもしれませんね。私本気で言ってるよ。そんなことは知っている。ただありがたいことに取り繕い続けてきた仮面が崩れることはなかった。真面目に考えといて、その時は私も協力するから。胸に手を当てて先輩は僕の顔を覗き込む。その黒い瞳には僕が映っていた。あ、ほら、早くしないとカラスが鳴くよ。あはと何事もなかったかのように笑って、彼女は童謡を鼻で歌い出す。自分の思考がつららのように透き通るのが分かった。ああ、それならば現実にある光景ならばいいんじゃないか。先輩の背中を見つめて僕は笑顔を取り戻した。彼女は振り返り、肩越しに僕に笑いかける。今度さ、膝枕してあげるよ。絶対気持ちいいから。え、いいの？じゃあ喜んで。おー、そして一日終わった。いや、先輩のあのアドバイスというか忠告というか何なのか、あれがマジで的を射ていて、すごって思ったな。めちゃめちゃ感心しちゃったな。